どうも、皆さん、こんにちは。チャックバスです。本日はですね、またね、嬉しいニュースがね、やってまいりました。ということで、今回ですね、プライオリティパスでですね、中部国際空港のボテジューがですね、追加になりました。で、またですね、成田空港ターミナルさんのボテジュー屋台っていうのはね、あるんですけども、こちらもね、近日開始予定ということで、本日はね、こちらの解説、やっていきたいなと思います。ということで、こちらね、PR ウェイヤー、ワイヤーっていうのはちょっと読み方はわかんないんですけども、こちらのサイトでね、報じられております。コリンソングループ業務提携で、中部国際空港の、ボテジューで10月4日よりラウンジ利用実現ということで、2023年の10月の4日よりですね、中部国際空港セントレア内の、ボテジュー、中部国際空港で、プライオリティパスもしくはラウンジ機、デジタル機及びダイナーズクラブ会員を含む向けの、提供を開始いたしますということで、こちらですね、場所はね、第一ターミナルの4階スカイタウン内の、ボテジュー中部国際空港店で、プライオリティパスラウンジ機、またね、ダイナーズクラブ会員が搭乗券の提示、搭乗券確認及びカウントにより、1人3400円相当のコースメニューを提供していただく、特別なサービスっていう風になっております。で、こちらのサービスはですね、往路出発便及び袋到着便のお客様に適用され、カード条件に関係なくカード契約者本人のみが利用可能ですっていった形になります。まあ、こちらを利用したことでね、ラウンジを利用したことと同じ扱いになりますということで、いや、こちらですね、中部国際空港にですね、プライオリティパスのラウンジがね、またさらに増えるっていった形になりますね。いや、すごいですよね。またね、こちら出発予備ね、到着便両方でね、利用することができるっていう風になっておりますんで、非常にいいですね。まあ、到着してね、食事して帰るとかね、まあ出発するときにね、食事して出発するみたいな、そういったこともね、利用することができるっていう風になりますんで、いや、本当にね、中部国際空港はね、プライオリティパスめちゃくちゃあっていいですよね。で、今回ね、提供されるセットメニューはね、まあこういった形になっているみたいなんですけども、まあこちらのね、選べるメインから一つ選んで、あと唐揚げ、あとどら焼き、あとドリンクはね、まあアルコール等々も含めて利用することができたり、大阪道頓堀セットみたいな、こういったのもね、あるみたいですね。お好み焼き、月見そば、ミックスモダン、大阪塩バターどら焼き、富士ミネラルウォーターということで、まあこのセットからね、選べるみたいな、まあこういった感じになっているみたいなんですよね。まあプレスリリースでね、こちら発表されたわけなんですけども、これね、下の方に行くとですね、ボテジューのね、このプライオリティパスのね、ラウンジキーとかダイナスとかでね、まあ、サービスされているね、中の一つにですね、まあこちらはね、対象店書いてあったら、ここにね、なんとね、新しい情報がね、記載されておりまして、近日開始予定ということで、ボテジュー屋台成田国際空港ターミナル3、2階のフードコートにですね、このね、ボテジューね、提携開始になるっていうのが、もうこちらでね、記載されているって言った形になるんですよね。いや、非常にこちらはね、びっくりしたわけなんですけども、成田空港ね、第3ターミナル2階ね、こちらね、利用することができるようになるって言った形になるんですよね。で、この成田空港の方に関しては、ちょっとね、近日開始予定ということで、まだね、日程等々はね、発表されてないわけなんですけども、まあ、今後ね、利用することができるって言った形になります。いやー、非常にいいですね。ということで、まずね、この中部国際空港の方にね、見ていきたいなと思うんですけども、まず場所はですね、こちらですね、第一ターミナルの4階スカイタウンの、この位置ですね。はい、こちらは一般エリアだと思うんですけども、まあ、この場所にね、このボテジューがあって、先ほどのね、メニューが一つね、セットメニューとして利用することができるって言った形になります。一般エリアにあってね、到着便、出発便両方とも使えるっていう風になりますんで、非常にいいですよね。はい、こちらがね、中部国際空港のボテジューって言った形になります。で、もう一つですね、今回ね、紹介されたこれですね、成田空港ターミナルさんの2階のフードコートにあるボテジュー屋台が今後ね、利用することができるということで、こちらはね、10月4日からね、提携開始っていうのはもう発表されているわけなんですけども、こちらはね、まだね、日程はね、公開されてなくて、こちらね、よくよく調べるとですね、出国手続き前ということで、これね、一般エリアにあるんですよね。これね、詳しい場所を見ていくとね、まあこれがこう、成田空港の公式サイトで、これがね、こっちじゃないな。こっちですね。失礼しました。こちらですね。私のね、この前、韓国に行った時のね、動画見た方はね、わかると思うんですけども、ちょうどね、こちらターミナル3の、
フードコートがありますよね。先日ここね、私はうどんを食べてね、韓国に行ったと思うんですけども、このフードコートのこの5番にボテジュ屋台っていうのがあるみたいなんですよね。ちょうど場所はね、ここになるっていう風になりまして、まあこの後ね、ここ行って私はね、飛行機乗ってったわけなんですけども、こちらね、一般エリアにあるっていう風になるんですよね。ですので、こちらね、今後、出発到着等々でね、利用することができるようになればですね、まあこちらね、一般エリアにあるっていう風になりますんで、特にね、ターミナル3からね、出発しないと利用できないみたいな、まあそういったわけではなくて、まあターミナル3のね、この場所に行けばですね、おそらくね、利用することができるのではないかと思いますので、これはね、めちゃくちゃ朗報ですよね。まあこのターミナル3っていうのはですね、まあ前回ね、私、チェジュ航空か。だったかな、で、韓国にね、ハフのキャンペーンで行ったんですけども、この出国審査終わった後って本当に自動販売機ぐらいしか今ないんですよね。まあ、フードコートみたいなのがね、もうずっと閉鎖みたいな感じで、されておりまして、今ちょっと再開されてるかどうかちょっと私は知らないんですけども、もう本当にね、何にもなくてね、行ってびっくりしたぐらいで何にもなかったんで、まあ食事等々はね、ここら辺で済ましていただく必要があるわけなんですけども、まあこれはですね、今後ね、プライオリティパスでね、利用することができるっていう風になりますんで、これはね、めちゃくちゃいいですね。で、気になるね、メニューなんですけども、こういった形になっておりまして、まあこれはね、お好み焼き、モダン焼きで、まあこれね、公式サイトを見るとね、このモダン焼き以外はね、書いてないんですよね。ですので、これだけなのかな？そんなことなさそうな気もするんですけども、ちょっと公式サイトがね、変わってないだけかもしれないですね。はい。で、あと焼きそば、あとたこ焼きがあって、あとね、唐揚げとか、鶏の唐揚げとかもね、あるみたいなんですけども、今現時点ね、これ公式サイト見ると、まあ、こういった感じのね、一覧、メニューになってるんですけども、まあ、今ね、ボテジュって新しいところはね、全部セットメニューがね、提供されるっていう風になっておりますんで、まあ、こちらもね、そうなるかもしれないんですけども、まあ、もしかしたらですね、自由にね、3400円割引ね、利用できるかもしれませんので、まあ、ここら辺はね、また、詳細分かり次第ですね、動画ね、出したいな、なんていう風に思うわけなんですけども、まあ、今回ですね、ターミナル3でね、利用することができる、またね、一般エリアにあるということは、他のね、ターミナルでね、利用する場合であっても、まあ、移動すればですね、利用することができるっていう風になりますんで、これはね、成田空港を利用される方はね、かなり朗報になるのではないのかな、なんていうふうに思うんですよね。今ね、成田空港で利用できるのって、まあ、こちらね、あるラウンジ、ISS スーパーラウンジ、ISS エグゼクティブラウンジ1っていうのがあると思うんですけども、これはね、制限エリア。で、これがね、制限エリア。で、これが一般エリア。まあ、この一般エリアのね、ある ISS は、食事とかね、アルコールとかは、まあ、ビール一杯はね、無料でもらえるんですけども、それ以外のね、食事はなしっていうふうになりまして、このね、第2ターミナルに移ると、ISS のね、こちらも先ほどのね、ソフトドリンクとビール一杯だけ無料のラウンジ。で、こちらね、制限エリアっていう風になりまして、こちらもね、先日ね、こちらもボテジューグループのね、道頓堀栗田なんですけども、まあ、これもね、制限エリアっていう風になりますんで、一般エリアにですね、プライオリティパスのね、対象ラウンジ、まあ、レストラン特典のね、使えるラウンジってのはないので、まあ、これはね、ナインアワーズっていうね、休憩、宿泊するところなんですけども、まあ、こういった感じでですね、今現時点ですね、一般エリアでね、食事できるようなところっていうのはなかったので、これはね、めちゃくちゃいいですよね。はい。まあ、ターミナル3までね、移動しなきゃいけないわけなんですけども、まあ、食事が無料になるんだったらね、まあ、私だったら間違いなくね、移動して食事して、また第1、第2ターミナルね、移動して、まあ、出発しようかな、なんていうふうに思っちゃうんで、まあ、これはね、多分皆さん利用される方ね、多いのではないのかな、なんていうふうに思いますので、これはね、本当にいいですね。ということで今回ですね、中部国際空港のボテジュー、またね、成田空港ターミナル3のね、ボテジューがですね、提携開始ということで、中部国際空港の方は10月4日からこちらね、もう決まっているっていう風になるわけなんですけども、成田空港の方は近日開始予定ということで、またね、詳細決まりましたらね、動画出したいな、なんていう風に思いますので、こちらね、開始のね、日付は決まっておりませんので、この点はね、覚えておいていただければな、なんていう風に思います。いやね、本当にすごいですね。で、最後にね、まあ、いつもおすすめのね、クレジットカードを紹介させていただいておりますけども、まあ、私はね、今、セゾンプラチナ B
ビジネスアメリカンエクスプレスカードね、初年度年会費無料やっておりますんで、こちらね、結構お勧めさせていただいております。またね、こちらも初年度年会費無料なんですけども、この動画でね、紹介させていただいたダイナースクラブクレジットカードも今ね、初年度年会費無料キャンペーン、またね、キャッシュバックキャンペーンもやっておりますし、このね、ダイナースの方はですね、家族カードも今無料なんですよね。ですので、ご夫婦でね、利用されたいっていう方は、このダイナースの方はね、おすすめっていう風になっておりまして、またね、ハワイ特典とかもね、まあ、詳しくはこの動画ね、見ていただければな、なんていう風に思うんですけども、まあ、特典はね、ご夫婦でね、利用されたいっていう方だったり、ハワイでね、特典利用されたいっていう方はね、このダイナースの方がね、おすすめっていう風になりますんで、まあ、こちらはね、お好みで選んでいただければな、なんていう風に思います。ということで、今回の動画はね、この感じで終わりたいなと思います。この動画が役に立った方、いいね、チャンネル登録ぜひお願いいたします。私、ブログ、ツイッター、インスタグラム、LINE 公式アカウントやっておりますんで、ぜひね、チェックしてあげるととても嬉しいです。それではまた、次の動画でお会いいたしましょう。バイバイ。